菅沼登山口の駐車場に着きましたが、雪かきをしないと止められそうにありません。というわけで、湯本まで車で移動してきました。ここはさすが観光地ですね。早朝から道路や駐車場もこんな感じでしっかりと雪かきがされていて、ほんと助かります。今日はちょっと風も強いんですけれども、どのくらい歩けるのか試してみたいと思います。そうだね。じゃあ出発。はい、日光湯本スキー場です。東武日光湯本ロッジが隣にあります。ここから少し引けるとこまで歩いていきます。はい、今日は無線機を使って会話しながら歩いていきます。ゆうさん、ひろさん撮れますか？あ、それの方がいいね。はい、どうぞって言うからさ。はい、登山ポストがあります。はい、2人ですね。2人様ですね。ザク下ろした方がいいですよね。そうですね、ね、乗りましたら、リュック横に向けてお願いします。はい、すいません。リュック、そうそう、下ろして横に下ろして横だって、はい。はい、リフト乗りましたら、すぐに足を上げていただきお願いします。あ、わかりました。バイバーイ。はい、お客様でお願いします。なかなか進みません。疲れたら言ってね、交代するから。いや、俺頑張るよ。了解。これ永遠とこれだね。
はい、聞こえますよ。まだ行けるの？行けるよ。頑張ってるよ。そうだね。なんかすごいね。ラッセルきついぜ。見てるだけできつそうだもん。どう？そっちは登りやすい？うん、道ができてるから歩けるよ。了解。了解じゃ頑張る。頑張って登れ。ここさ、めっちゃ急。あともうちょい。登山道出たよ。マジで。はい、頑張ってね。風強いわ。もうちょいだよ、頑張れ。これが登山道で、前回さ、夏の時はこの下歩いてきたんだよね。お疲れ。なのに傾いちゃってるじゃん、ほら。雪ついてんじゃない？雪ついてんだよ、多分。だから滑っちゃってんじゃない？直そうか。
いやラッセルきつかった。ないか。ちょっと待ってね。ちょっと一回ピリッと下げるよ。あ、雪だ。ちょっと上げ。なんか斜めだ。もうちょい前。そこでいいや。ちょっと足上げて。さっき歩いていた時だ。いいよ。危ない？うん、それ大丈夫。こちこちだね、もう。よし。だ、外山ぐらいまで行きたくない？でもちょっと行ってみようか。で、外山行って、帰ってこいよ。ここでも雪ないから歩けるか。でも足跡あるから行ってるんだね、山。誰か、うん、これ入ってるのかな。無線喋れるからいいね。そうだね、無線で喋れるからね。よし、じゃあ下ろう。本物の厳冬期だこれはね。天気の日に行かないじゃん。うん、あ、でも赤面の時の一回あったが、赤面の時はそう。あ、そうなんだ。これはひどいわ。あ、降りるの早いね。うん。これ全然寒くないよ。ね、息できるし。本当は俺息できない。バラクラブの方があった。うん、鼻がこんな開いてるから。あ、そっか。だけどさ、上と下ハードシーズだから暖かいわ。全然寒くないね。全然寒くない。
いわね。そのまま歩ってってください。はい、了解。トランシーバーがどこまでつながるかちょっと試験です。多分下までつながっちゃうかもしれないからもう行く。まだそんな離れてないか。でも結構50メートルぐらい離れた。はい、車戻ってきました。ちょっと暴風雪なんでもう入ります。はい、今日の参考は終わり終了